はい、トムケイジです、本日もドラゴンクエスト10やっていきたいと思います。で、前回の続きで、新セレドの街の続きですね、のストーリーの続きですね、今回はこれ、天国への手紙。セレドの町の町長の家にいるルコリアが助けを求めているようだということで、ルコリアというのは偽りのセレドの町の似た子供の嬢様リゼロッタの双子の妹ですということで、まあセレドの町ではこの入り口、町の入り口にいるエリダさんが、ピンク色になって、まああの、案内役というか、インフォメーション役になってるみたいなので、このエリダさんにまず話しかけましょう。あなたが刑事さんね。町長さんの家のルコリアお嬢さんがあなたのことずっと探してたわ。あの子が他人に興味を持つなんてすっごく珍しいことよ。よかったら会いに行ってあげて。町長さんの家は西側の橋を渡った先にある立派なお屋敷だから行けばすぐわかるわ。了解。ルコリアが俺を呼んでると。町長の家ね。しかし相変わらず入り組んでるな、セレドの町はね。スティーナ。リゼロッタがいなくなってからルコリアは2階の自室に閉じこもるようになり、主人はよく家を開けるようになったんです。あ、これリゼロッタとルコリアのお母さんなんだね。こんな時だからこそルコリアとはちゃんと向き合ってほしいのに。なるほど。ルコリアどこいるんだよ。まあいいか。あ、もう一目瞭然、この部屋、このパーティーなんだ。あのデコレーションしてるドアがそうなのか。いた。あ、ルコリアね。こんな感じなのね。はい。まあ椅子にクマさんを座らせてね。で、自分がこっちに座ると。なるほど。かわいい趣味じゃないか、これは。はい。ということで、ルコリア。刑事さんね、私、あなたに聞きたいことがあったの。あなたどこかの町で栄養子供って呼ばれてたことあるでしょう。ドッキー。どうしてわかった。とぼけよ、ここは。いいえ。そう、白を切るのね。いいわ。実はここに私が書いた手紙があるんだけど、リゼロッタ姉さんに届けてきてほしいの。いい、くれぐれもリゼロッタ姉さん本人に直接渡すのよ。もちろん引き受けてくれるわよね。わかりました。ありがとう。無茶なこと頼んでるのはわかってるけど、あなたにならきっとできるはずよ。ルコリアの手紙。お前は鋭い。俺の秘密の何を掴んだか知らねえが、鋭い。ルコリアの日記というノートだ。今日は素敵なものを見つけたわ。うちのママが大事そうにしまっていた琥珀のブローチをこっそり貸してもらったの。リゼロッタ姉さんとても喜んでくれたわ。姉さんの望みは私の望み。やべえな、その言葉。私、姉さんのためなら何だってできる。なんだか熱っぽいし、今日は早く休まないと。明日は絶対姉さんと一緒に魔人習慣の儀式に立ち会うんだから。いい、それが。その儀式はやっちゃまずいぜ。この日記はここで終わっている。なるほどね。それで魔人習慣の儀式をやっちゃうわけね。ここは、あ、閉ざされている。
入れないね。ということで、リゼロッタ姉さん本人、あ、おや、見ない顔だね。いや、お前こそ見ない顔だよ。僕はサダク、旅の霊媒師だよ。怪しい。君は普通の人とは魂の色がちょっと違うね。うむ、名前は、そう、刑事というのか。僕は悪霊からこの町を救うために来た。何かあったらいつでも相談したまえ。いや、霊媒師とか一番相談しちゃいけんでしょ。じゃあリゼロッタ姉さん本人に手紙を渡してくれということなので、まあ偽りのセレドの町に行くしかないよね。で、偽りのセレドに行くには、あれを使うわけですよね。あのクローズに修理してアンルシアにもらったあれですよ、ブレイブストーンね。これ2つの世界行き来できる神秘の石ということで、ブレイブストーンここで使ってもどうしようもならないんですけども、このなんだっけ、この塔ね、ブレイブストーンをかざして偽りのレンダーシアへ飛びますかということで、この塔のところなら偽りのレンダーシアと行き来できるということで、このなんか紫色の空の景色もちょっと今となっては懐かしいかな。あ、でもこの間ピラミッドとか行ったね。ということで、ディゼロッタに、ディゼロッタは高台の教会にいるよね。よう、刑事、久しぶりだな。慣れ慣れしいな、このクソガキ。みんなお前に会いたがってるんだから、たまに遊びに来いよ。子供の言うことは絶対なんだからな。はいはい。大人を何だと思ってんだ、この、こいつら。高台。刑事か、よく来たな。さあ入ってくれ。そうそう、女王様が会いたがっていたぞ。2階の奥の部屋にいるから、ぜひ顔を見せて行ってくれ。おうよ。お、フィーロ久しぶり。お久しぶりです、刑事さん。おかげさまで大人がいなくてもなんとか暮らせていますよ。お、よかった。それは、ところで最近リズが元気ないんです。あなたが来たと知ればきっと喜ぶから、ぜひ会っていってください。リゼロッタね。いた、リゼロッタ。あら、お久しぶりですわ、刑事さん。ちょっと今、妹のことを考えていましたの。私にはルコリアという双子の妹がいるのですが、魔人の習慣に失敗して魔力が暴走した時に、大人たちと一緒に消えてしまって。え？ルコリアのことご存知ですの？あの子は一体どこにいるんですか？ルコリアの手紙を渡しますか？はい。
もう会えないと思ってましたのに、あの子から手紙が来るなんて嘘みたいですわ。リゼロッタはルコリアの手紙を読んだ。天国の姉さんへ、姉さんが亡くなってどれだけの月日が流れたんでしょうか。町は今も重苦しい雰囲気に包まれています。私も悲しみで気が変になりそうだったけど、なんとかやってるから心配しないで、どうか天国から見守っててください。この癖字は確かにルコリアの字。刑事さん、これはどういうことです？どこでこの手紙を受け取りましたの？刑事はリゼロッタに真のレンダーシアのセレドの町でルコリアに会ったことを説明した。真のレンダーシア、なんだか途方もない話で私にはよくわかりませんわ。まあそれはね、この手紙によるとそちらのセレドの町では私たちは死んだことになっているようですね。全く失礼な話ですこと。ちょっとお怒り。とにかく妹が無事のようで安心しました。今日の日記に書くことができましたわ。ちゃんと日記を書いておかないと、大人たちが消えてからどれだけ月日が経ったかわからなくなってしまうんです。偉いね、リゼロッタ。私たちが死んだことになっているなんて失礼極まりない話ですこと。とにかく妹のルコリアが無事だと分かって少し安心しました。今日の日記に書くことができましたわ。ちゃんと日記には、はいはいはい、よし。という、あ、宝箱開けてなかったか。ここはヴィーナスの涙じゃねえか。今俺何、そうして ロイヤルチャームか。ヴィーナスの涙、は雷ダ、あ、風ダメージ 20% 減、雷ダメージ 20% 減。ロイヤルチャームは氷ダメージ、闇ダメージか。なるほど。ちょっとこっち装備しようか。はい、たまにはタンスとか開けてみようか。なんか珍しいものが、6ゴールドね、なんもね。よし、ということで、じゃあルコリアに、報告に行けばいいのかな。ルコリアのところへ報告に戻ろう。はい、真のセレドの町ね。手紙届けてきてくれたみたいね。言わなくても私にはわかるの。なぜ？今日刑事さんがいらしたわ。ルコリアからの手紙を届けてくださったのだけれど、なんだかわけのわからない話をするの。セレドの町がもう一つあって、そこで私たちは死んだことになっているとか。ルコリアが無事だとわかって少し安心できたけれど、一体どういうことかしら。あなたに返してもらったこの日記帳ね、読んでみたら姉さんが死んだ後の日付も日記が綴られていたのよ。この綺麗な字は確かに姉さんの字よ。天国にいる姉さんの書いたことがこの日記帳に浮かび上がってくるみたい。お、大人たちや私がいなくなったこと、使い魔のムッチーのや魔人のこと、それから刑事という旅人のこと、あなたを試すつもりでお使いを頼んだけれど、
頼んだけど、やっぱりあなたは姉さんのところに行けるのね。姉さんたちのことを詳しく説明して。刑事は偽りのレンダーシアにあるセレドの町で見てきたことを説明した。フィーロ、ミザール、ミラカ、みんなあの崖崩れで死んだ子たちだわ。あなたが行ったというセレドの町は死んだ子供たちが住んでいる町なのね。どういう理屈かわからないけど、この日記さえあれば私はずっと死んだ姉さんとつながっていられる。それが分かっただけでもよかったわ。これは姉さんに手紙を届けてくれたお礼よ。現場石を手に入れた。はい。OK。じゃあ次は誰からどこに行けば。次のメインストーリーは、ブラと町長が助けを求めているようだ。今度は町長か。ルコリア。リゼロッタ姉さんが亡くなってからうちのパパよく家を開けるようになったの。今は隣の部屋にいるみたいね。別に話すことなんてないけど、仲悪いのか。よし、ということで、ルコリアと、はい。じゃあ今回の動画ここまでにして、ちょっと短くなったかもしれないですけども、まあ、前回というかメルサンディ村の時も話しましたように、まあ1話ずつ、配信するという形にしたいので、長い時もあれば短い時もあります。なので今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、また応援の高評価の方よろしくお願いいたします。それでは。